ってきました。今から、こちらの材料を使って一気に10品の、食べて痩せる作り置きを作っていきます。もうひたすら作っていくので、ぜひ最後までメニューをチェックしてみてください。では、いきましょう。では、まず塩麹のゆで卵を作っていくので、火を沸かしていきます。で、その間にですね、サラダを作っていきますね。こちらはもうね、毎週絶対作っているサラダなので、皆さんも参考にしてください。はい、フリルレタスですね。そう、なんか普通のね、レタスよりもフリルレタスの方が傷みにくいので、我が家はいつもフリルレタスを使ってます。で、おなじみのベビーリーフ。もうこれはカットしてあるものなので、入れるだけです。便利ですよね、ベビーリーフは。息子もね、好きなので。あと、ブロッコリースプラウト。これは、めちゃくちゃ栄養価が高いので、必ず入れるようにしています。まあ、野菜は野菜でも、できるだけやっぱ栄養価が高い野菜を使っていきたいですよね。これは、ちょっと切っていきますね。火を入れていきます。やばい、忙しい。一気に作るから忙しい。ちょっと柔らかめがいいので8分ぐらいしておきます。はい、では野菜をね、洗っていきますね。だいたいいつもね、このボックスに2つ分ですね、2つ分準備します。でも3日ぐらいでなくなるので週2、3回は作ってますかね。野菜はね、本当に準備しておかないとね、本当食べれないので、私はもともとね、野菜好きじゃなかったので、だからこそね、こうやってね、ストックしてすぐ食べれるようにね、準備をしております。じゃあ、彩りもちょっと寂しいので、トマトを出しておきます。はい、できました。2品目は、秋の味覚、さつまいもです。最近の私の完食ストックをしてます。ただ輪切りにしてグラスフィットバターで焼くだけ、以上です。あ、そうだ、塩少々入れます。で、なるべくね、私はちょっとね、薄くします。さつまいもはビタミン C が豊富なので、美容のためにすごいおすすめです。このグラスフィットバターは楽天で買ってるんですけど、こちらですね、こちらをこんな感じでね、カットしていつも冷凍庫に入れてあります。もちろん糖質と油をセットで摂るのは太る黄金コンビになっちゃうので、食べ過ぎは要注意です。ただグラスフェットバターってすごい体にもいいので、結構冷凍庫にあるとね、息子もめちゃくちゃ好きなので最近こればっか作ってるやつ。蓋を閉めておきます。両面焼くので、後でひっくり返していきます。はい、今日ゆで卵ができてきたので、こちらの水の中に入れていきます。じゃあ皮もいってきますね。あ、ちょうどいい感じ。茹で加減バッチリでございます。こちらに塩麹大さじ1かな醤油大さじ1/2、ごま油少々、以上でございます。じゃあ、あとは軽く混ぜておきますね。ちょっとジップロックの方が浸かると思うので、こちらちょっと入れ替えます。こちら完成です。最初に載せれたんですけど、今日ご紹介するのは全部10分とかでできちゃって、で、調味料とかも本当に3つとか、それぐらいでできる料理ばっかり作っていくので、はい、料理が苦手な方もね、安心してみていただければと思うんですけど、今からキムチとタコを使って、タコキムチを作っていきます。じゃあ、タコ切っていきますね。
明日から息子も食べるかもなんで、食べないかな。キムチってめちゃくちゃ便利ですよね。あえるだけで何でも作れちゃうんで。切りました。じゃああとはキムチとあえるだけですね。まずはい完成。うまっ完成です。さつまいもができましたよ。美味しそう。これは絶対試食するでしょ。あ、はい、うまっ。ルチマーシュ加減させときます。これ多分ね、作り置きと言いながら今日か明日にはなくなると思います。では続きまして、こちらの鶏肉を使ってピリッと辛いね、ちょっとよだれ鶏を作っていきます。皮取ってきますね。はい、じゃあ観音開きをします。岩塩を取ってきます。はい、じゃあ鶏肉を入れますので、お酒を入れていきます。あ、入れすぎた、どうしよう。はい、か、ちゃんとスプーン使って入れないとダメですね。はい、じゃあまず5分で裏返してから4分レンチンしていきます。はい、ラップして。ではタレ作っていきますね。じゃあみじん切りしていきます。すりごまも大さじ2、醤油2で、すりごま2。これダイソーで買ってきました。なんかごまって吸ってやると結構酸化しちゃうので、できるだけすりたての方がいい。こんなもんかな。はい、じゃあ米酢を小さじ2入れていきます。で、ごま油が小さじ1、豆板醤が小さじ1/2。じゃあ次はピーマンの生姜煮を作っていきます。なんか切らなくてもいいし、種も取らなくて大丈夫です。フォークで穴を開けていきます。あまり開けるとね、潰れちゃうので、潰れない程度に。お鍋にピーマンと、あと今日はこちらの、無添加のだしを入れましたので、火にかけていきます。では醤油大さじ1、こちらのみりん、三河みりんが好き。ではこれを小さじ2、あとね、もう簡単、さっき切った生姜を入れて、沸騰したら弱火にして10分ですね。では今からきのこ、きのこメニューもね、絶対一つ作り置きしておきたいですよね。どうしてもきのこって忘れがちなんですけど、むちゃくちゃ栄養価高いし、低カロリーで食物繊維豊富で、ダイエットに効果的なので、今日ね、さっき塩麹ね入れたと思うんですけれども、ちょっと塩麹余ってるので、きのこの塩麹漬けをね、チャチャッと作っていきます。きのこ何でもいいです。今回はね、僕は4つ使っていきます。私ね、舞茸が一番好きなんだけど、舞茸ね、今日ない。じゃあ、えのきを半分に切って、なんか皆さんコメント欄で、あれ作った、これ作ったとかね、いろいろコメントしてくださってありがとうございます。で、第2弾もね、楽しみにしてますっていうコメントもいただいていたので、もし需要があれば週1回ぐらい
やりたいなと思ってるんですけど需要あるかな。そう、私は決して料理研究家でもなければ料理が得意なわけでもないのでだからこそね、めっちゃ簡単に作れるもの、料理が苦手なことでもね作れるものをお届けできたらなと思っております。料理が苦手でもね、ダイエットは食べて痩せることは全然可能なので。塩麹がね、めっちゃ好きなんですよね。一気にじゃあ湯がいちゃいます。ピーマンの隣で。ピーマンもね、いい感じですわ。はい、美味しそう、いい匂い、だしのいい匂い。はい、茹でていきます。盛りだくさんでございます。よいしょ、きな粉ができました。とちょっと冷ましておきますね。その間にこの子切っていきます。そぎ切りですね。切りやすいように半分に切ってそぎ切りしていきますね。作り置きで肉メニューがあるとなんか安心しますよね。めっちゃお腹空いてる時とかね、がっつきたいじゃないですか。じゃあ先ほどのこのネギダレをかけて。あー美味しそう、あー美味しそう、絶対美味しい。で終了、完成です。まあ食べたいよね、食べたいよね、食べよう。うまっ。では、塩麹大さじ4ですね。で、生姜一かけ出す。で、あとはごま油が少々です。以上でございます。全然このままでもいけるし、サラダの上にトッピングでかけたりしても美味しいと思います。ドレッシング代わりにもなる。うん、めっちゃ美味しい。じゃあピーマンどうなったか。あ、もうね、全然いい感じの柔らかさでございます。はい、ちょうどいいね、量感でございました。ピーマンの生姜煮が出来上がり。では続きまして、こちらの豆苗、ダイエットレシピで豆苗のレシピって出てきますよね。豆苗もあのブロッコリースプラウトと同じですごいやっぱ栄養価が高いんですね。こういう根になってる野菜っていうのは、ね、すごい栄養価高いので豆苗もかなりおすすめで、今からもう湯がいたりせずに電子レンジだけでこの豆苗のナムルを作っていきます。はい、じゃあもう全部ね、贅沢に使っていきましょう。よいしょ。では、レンジで1分ですね。豆苗できました。でもね、あと和えたらね、完成でございます。今日ね、お昼ご飯食べてない試食ばっかり。うん、おいしい。豆苗のナムル完成。じゃあ続きまして、髪の毛振り乱してる。じゃあサバ缶と大根でサバ大根作っていきます。ではお水を大さじ1入れて、レンジで5分加熱していきます。疲れた、ちょっと休憩、あと30秒。ちょっと水気を切ってから
入れていきました。水2カップいきます。サバ缶丸ごといきますよ。です。じゃあ8分ですね。はい、では次と太鶏のつくねを作っていきます。前回はごま油が多かったんですけど、今回は生姜が多い。好きなものがバレますね。大根とサバ煮が、おお、完成しました。サバの水煮缶も、ね、お汁の部分に味がついてるので塩味ですけど ね少ない調味料でいろいろできますよね。はい、完成。で食べよう。うん、おいしい。サバもいきましょう。うん、生姜が効いてます。うん、うん、はい、ハンバーグみたいに丸めていきます。全部入れて、酒、塩、生姜。はい、じゃあね、焼いていきます。はい、じゃあ丸めたので、こちら焼いていきますね。鶏と野菜のつくねが完成したので、全部のラインナップが揃いました。芋が少なくなってるのは私が試食でたくさん食べたからです。あ、なんか秋って感じですね。美味しそう。はい、では完成しました。で、今日私なんかカメラワークとかいろいろ変えてたので、2時に始めて4時に終わったんですけど、皆さん上手だと思うので出来はよくやっていただいたら10品1時間ぐらいでできるメニューばっかりだったんじゃないかなと思います。ではまた参考にしていただけたら嬉しいです。バイバーイ。お腹いっぱい。いっぱい食べちゃった。